中日さん、連日の大敗も一応まだ首位。ボール変わって死んだのか。一応まだ首位なのくさ。2回に7点、7回に5点も取られてるっておいおい。いやー、すごいな。すごいとしか言えない。昨日から四球一つのみ、ヒットはほとんど単打。立浪守り勝つ野球をやる。ホームランなくてもヒット打ちまくって点稼いでるな。ああ、抑えないと。木曜日に4例から3点返したまでが今年のピークでした。まだ1位なのに粘りすぎじゃね。歴史上最大貯金6から再開とかないよな。マジで良いところなし負け。立浪が原因と思えないんだよな。ただわかりやすい標的になってるだけ感。もっと根本的におかしい何かがこのチームにある気がする。2年連続再開でそれは通じない。結局15点で済んだのか、3点取れてたらとか何の影響もなかったな。急にボール変えんなよ。変えるなら変えるで説明しろや。もしドラからダメドライリターンズ。チーム防御率大暴落だな。飛ばないボールのボーナスタイム終わった。今年は A クラスいけるかい。投手の踏ん張り次第、中日にはこれしかない。4月中に再開まであると思います。ひょっとして飛ばないボールはドラゴンズのために開発されたんじゃなかろうか。魔法溶けちゃった。